皆さんどうもどうも、ハラハラです。今朝 YouTube を開いたらチャンネル登録者が100人を突破していました。皆様本当にありがとうございます。よろしければ皆様に感謝の言葉を送りたいと思うので、リクエストとかその他諸々何でもいいんで、ぜひコメントをしてもらえるとありがたいです。即返信します。さて今回はそんな貴重な視聴者様からのリクエストがございました。サーバイブセイドザプロフェットについて解説していこうと思います。サバプロといえば最近来てるラウドロックバンドですよね。サバプロを初めて知った時は正直曲を聴くほど興味が湧きませんでした。名前とかアーティスト写真などといった表面的なことしか知らず、曲を聴こうとも思わず食わず嫌いをしていました。しかしある時たまたまサバプロを聴いてみたらがっつりハマっちゃいました。食わず嫌いをしていた自分が情けないと思うと同時に、これが俺が求めていたバンドだと心が震えました。とりあえずサバプロを知らない人たちはネットワークシステムを聞いてみましょう。ラウドロックが好きな人は 100% ハマりますね。そんなサバプロは2011年東京で結成されます。なぜこのバンドが結成されたのかというと、音楽に全てをかけれる人物が集まったからだそうです。そこから幾多のメンバーチェンジを繰り返しながら、現在では CM やアニメなどで楽曲が使われるほどのバンドに成長しました。さてここでメンバー紹介をしていきます。まずボーカルのヨシです。彼はハイトーンボイスであったり、シャウト、そしてラップなど、ボーカルとしての手数が多いのが特徴的です。ちなみに彼は過去にインターナショナルスクールに通っていて、英語の正確な発音もここから来てるのだと思います。あ、ちなみに好きな食べ物はクリーミーな食べ物だそうです。ギャップですね。続いてギターの達也です。彼のギタープレイがサバプロの重厚なサウンドの一部になっています。彼はスケボーや釣りをするなど多趣味なのも特徴的です。そして釣りが趣味なのもあってか、もしバンドを辞めたら漁師をやるつもりだったそうです。続いてもう一人のギタリスト、アイワンです。彼は香港出身のギタリストで、19歳の時に来日しました。彼は語学も堪能で、日本語以外に英語、北京語、広東語を話すことができます。ちなみにサバプロの CD ジャケットやライブ物販のデザインも担当しています。マルチな人物ですね。羨ましいです。続いてベースの雄大さんです。彼はベースが上手いだけでなく、スクリームのようなデスボイスも上手です。バンドのセカンドボーカルとして特にライブでの存在感が強い人物です。ボーカルに引けを取らないほどのパンチの強いデスボイスは本当にすごいです。ラストがドラムのショーです。彼がサバプロの土台となっているドラムプレイをしています。サブのバンドではリーダーを務め、パールとサビアンという有名な楽器メーカーとも契約しているほどの人物です。以上がサバプロのメンバーですね。個性があっていいメンバー構成です。個人的には本当に個々のメンバーの能力が非常に高いバンドであると思います。そのようなメンバーによって構成されるサバプロの音楽性としては、基本的にはメタルであったりラウドが中心となっているバンドです。彼らが知れ渡るきっかけとなったアルバムであるスペーシーズのリード曲のトランスレーテでは、シャウトであったり重いサウンドが前面に出ているような重いゴリゴリのロックサウンドが重視され、ラウドロック界に知れ渡るきっかけとなりました。しかし彼らはそのようなゴリゴリのロックサウンドを奏でるだけでなく、ボーカルのハイトーンボイス、持ち味である正確な英語の発音やリリックであったりなどポップな一面もあります。彼らは日本の音楽界ではあまり受けにくいハードなサウンドにプラスして、ヒップホップなどのポップな要素をミックスさせることにより、自分たちのサバプロのサウンドというものを作るとともに、人々に浸透しやすい音楽を作り出したのではないかと思います。サバプロは自身の音楽性を追求しつつどんどん成長していっているバンドです。彼らはもう本当に大きなステージに立つべきバンドであると思います。彼らには今後日本のバンド界をかき回すほどの力があるバンドだと思っています。以上が今回の内容です。皆様のご意見、ご感想をぜひコメント欄でお聞かせください。そして、チャンネル登録者数が100人達成できたのは皆様のおかげです。これからも末永くよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。